はい、今ですね、マルタにいます。でマルタのどこにいるかっていうと、第二次世界大戦中に使われてた防空壕の中にいます。第二次世界大戦、まあ、イギリスの植民地だったんですけどね。でということで、ドイツやイタリアの、ね、攻撃を受けたようでございます。一応これ国が作ったみたいなんですけど、横にね、まあ、こういう縦に掘って、で横にこう広げていったのはそれぞれその権利を得た人々だったらしいんですけどね、今いるところです。本日2015年のね10月4日でございます。まあ、こんな感じで、ね、すごいですね。こっち側とか見てみて結構深いんですけどね。これ上行けるの？結構深くまで掘ってます。その当時のままで残ってるんですごいですよ。